モロッコの歴史では、現在のモロッコ王国の歴史について述べる。戦士時代にベルベル人が現在のモロッコに現れた。マウレタニアの領域。紀元前814年に現在のレバノンから到来したフェニキア人がカルタゴを建設すると、その後カルタゴのフェニキア人は、モロッコ沿岸部にも港湾都市を築いた。一方で内陸部では、 ベルベル系マウリ人のマウレタニア王国が栄えた。紀元前146年に第三次ポエーニ戦争のカルタゴの戦いで古代、カルタゴが滅亡した。紀元前112年、ヌミディア王ユグルタがローマ人を殺戮して始まった、ユグルタ戦争ではルキウス・コルネリウス・スッラがユグルタを捕獲して出世し、やがて三党政治の時代となった。ローマ内戦中では、 紀元前49年にヌミディア王ユバ一世が、オプティマティスのグナイウス・ポンペイウスに味方してバグラダス、側の戦いに参戦したが、紀元前46年のタプススの戦いで、ガイウス・ユリウス・カイサルに敗れ、ヌミディア王国は滅亡し、ローマの属州アフリカの一部となった。マウレタニア王国は、ローマの属国となり、クレオパトラ7世の娘クレオパトラ・セレネと結婚した、ヌミディア王家の湯葉2世が、 紀元前25年にアウグストスによってマウレタニア族を位につけられた。しかし40年に皇帝カリグラによってユバニセイの子プトレミーが暗殺されたため44年にクラウディウス帝の直令によってローマ帝国の属州マウレタニアとなった。ローマ帝国が衰退すると429年にゲルマン系のバンダル人がジブラルタル海峡を渡り、 アフリカに入った。マウレタニアは、ユスティニアヌス一世の時代には再び東、ローマ帝国の下に置かれた。7世紀にアラビア半島でイスラーム教が成立し、サーサーアン・アサ、ペルシア帝国や東ローマ帝国との戦いに勝利して、世界帝国となった後、ウマイア朝軍は、東方のエジプト方面から精神を続け、670年にはカイラーンを建設し、 698年には、ベルベル人のカーヒナ城と、東ローマ帝国の連合軍をカルタゴの戦いで破って、チュニジア方面を支配下に置き、イフリーキアとして再編した。8世紀初頭に、東方から侵攻したウマイヤ朝のムーサーがモロッコをも、征服し、モロッコのイスラーム化とアラブ化が始まった。七百十年に、アラブ人はモロッコを拠点に、ジブラルタルを越えて、 イベリア半島の西ゴート王国を滅ぼし、アルアンダルスのイスラーム化を進めた。788年に、アッパース町中央での勢力争いに敗れた、亡命アラブ人イドリース一世が、イスラーム化したベルベル人の支持を得て、イドリース朝を建国した。イドリース朝のイドリース二世の下で808年に、フェスが増営され、イドリース二世の時代に、アンダルスやイフリーキアから、 アラブ人の移住者がフェスに定住した。イドリース2世の死後イドリースアサは分裂し、ハワーリジュ派のベルベル人の放棄が相次いだ。チュニジアから起こったイスマーイール派のファーティマ朝が917年にフェスを攻略した後、イドリースアッサは985年にアルアンダルスの後、ウマイヤ朝に滅ぼされた。一方、サハラ公益で栄えたシジルマサにはミドラール朝が成立した。 詳細は、村ト町を参照村ト町の半島。あと、ウマイヤ町は1031年に滅亡し、イベリア半島に第一次大破が訪れた。イブニアーシーンは、南方のセネガル川の流域で厳格なスンナ派の、戒律に基づく共同体を築き、村トと呼ばれた彼らは1053、1054年に、シジルマサを攻略した。町はその後も、勢力を拡大し、 北上して11世紀中に、モロッコを支配し、1070年にユース・フイブン、ターシュフィーンの下で、シント・マラケシュを建設した。さらに、南方にも、攻勢をかけて1076年に、クンビサレを、攻略して、ガーナ帝国を滅ぼした。一方、イベリア半島では、カスティーリ王国のアルフォンソ6世が1085年に、トレドを攻略し、さらにセビーリアにまで南下する勢いを見せていたため、 大ァ賞は1086年にユースフに援軍を要請した。ユースフはジブラルタルを越えて第一次アンダルス遠征を行い、10月23日にサグラハスの戦いでアルフォンソ6世率いるカスティーリャ王国軍を破った。その後2度の遠征でユースフはアンダルスのムスリム諸王国を征服し、12世紀初頭にアルアンダルスを統一した。しかし、 時代のアリー・イブン・ユースフの時代にムラビト町は弱体化し、アルフォンソ7世の構成とアンダルス住民の反ムラビト運動によってムラビト町は衰退し、アンダルスでは諸公が分立する第二次大破が訪れた。第二次大破の最中、1147年に第二回十字軍と協力したポルトガル王アフォンソ1世はリスボンを攻略した。 文化面では、村人町はマーリク派を報じていたため、カーディーヤードやイブンルシュドジャットのようなマーリク派法学者が活躍した。詳細は、ムワヒド町参照ラスナーバスデトローサの戦い。ムワヒド町のヤークーブ・マンスールの時代に造営されたクトゥビーヤ・モスク。村人町は、アンダルスを征服したが、次第に、政治は混乱し、初期の宗教的熱情も薄れていた。 厳格なスンナ派、タウヒード主義のもと、1121年にマフリーであることを主張したイブントゥーマルトは、マーリク派を報ずる村人町に対して反乱を起こした。トゥーマルトは1130年に没したが、部下のアブド・アルムーミンが後を継ぎ、ムワヒヒド町が成立すると、アルムーミンはカリフを称して1147年に村人町を滅ぼした。 その後東方に進出してハンマード・アサト・ズイール朝を滅ぼし、イフリーキアまでを征服した後、村人朝崩壊の後、第二次大ファが訪れていたアル・アンダルスをも支配した。第二大カリフのユースフの時代に、アンダルスの全域が、ムワヒヒド朝の支配下に置かれた。第三大カリフのヤークーブ・マンスールの時代に、ムワヒド朝は、東はリビアにまで勢力を伸ばし、 マグリブ一帯を包括する最大半島を確立した後、アンダルスに上陸して1195年にアラコルスの戦いでアルフォンソ八世を破った。マンスールの時代はクトゥビリアモスクが造営され、戦勝に輝いた時代であったと評価された。しかし、続く第四代カリフのムハンマド・ナーシルの時代には、トレド司教のロドリゴ・ヒメネスとローマ教皇、インノケンティウス三世が全ヨーロッパに、 ムワヒド町に対する十字軍を呼びかけ、西欧各地からキリスト教徒の軍が集結した。これを受けてナーシルは大軍を率いてアンダルスに上陸したが、1212 12年3月にラスナーバスでトローサの戦いで、レコンキスタ連合軍に敗れ、アンダルシアの大部分を喪失した。ナーシルは直後に病没し、ムワヒド町はこの戦いの後衰退を続け、 1229年には、チュニスのハフス・アサが独立した。その後1269年9月に、マリン町によって、マラケシュを攻略され、ムワヒド町は滅亡した。文化面では、ムワヒド町時代に、アンダルスでは、イブントファイルや、イブンリュシュドのようなイスラーム哲学者が活躍したが、ムワヒド町の厳格なタウヒード主義の下でで1197年に、哲学が禁じられるなど、 文化活動には限界もあった。詳細はマリーン長を参照旅行機の著者イブンバッテュータ。フェスに遠いたマリーン長はアブー・ユースフ・ヤークーブのもとで1269年にマラケシュを攻略しムワヒド町を滅ぼした。時代のアブー・ヤークーブ・ユースフはザイアーン町と敵対しトレムセンを攻略した。その後一時は衰退したものの アブイナーンの下で、東はチュニスにまで進出し、最大半島を築いたが、14世紀後半に入ると、本格的な衰退が始まった。1415年にはアビスアサポルトガルのエンリケ公会王子が、ジブラルタルの対岸のセウタを攻略した。セウタ攻略によって、大航海時代が始まった。マリン朝は、衰退を続けた後、1470年に滅亡した。 文化面では旅行記を表したイブン・ワットゥータなどの文化人が活躍した。詳細はワッタース朝及びフェス王国を参照マリー員長の滅亡後、1472年にワッタース朝、フェス王国が成立したが、ワッタース朝はタンジイール、ララシュ、アザンムール、サフイとポルトガルに次々と都市を攻略された弱体な王朝であり、さらに1492年に カトリック領王のもとで誕生したスペイン王国がナスル朝を滅ぼしてレコンキスタを完遂するとワッタース・朝はポルトガルに加えスペインの脅威をも受けることにもなった。ワッタース・朝は衰退しポルトガルに攻略されたアガディールなどを奪還したサード朝によってフェスを攻略され1550年に滅亡した。詳細はサード朝を参照歩かせるキビールの戦い。 この戦いによって、ポルトガルのアビス朝は断絶し、以降1640年まで、スペインハプスブルク朝に併合された。シャリーフ崇拝、マラブー崇拝、スーフィズムなどを基盤に成立したサード朝は、カイ祖のムハンマド・カーイム自身がスーフィーである、スーフィー王朝であった。カーイムは1511年に、ポルトガルに対して、ジハードを宣言し、1521年に、 カーイムが死んだ後も1523年にはワッタース・朝からマラケシュを1541年にはポルトガルからアガディールを攻略し1550年にワッタース・朝を滅ぼしたサード朝はザイアン朝を滅ぼして東方からアルジェリアにまで進出したオスマン帝国を退けることに成功した1574年にスルタンムーラやブドゥッターが死去すると 後継者問題が発生し、1578年に後継者問題に乗じて、ポルトガルの国王セバスティアン一世がモロッコに進軍したが、アルカセルキビールの戦いで侵攻してきたポルトガル軍を破り、セバスティアン一世は戦死した。この事件がきっかけになって1580年に、ポルトガルはスペインハプスブルク町に併合された。アルカセルキビールの戦いの後に、 スルターン・アフマド・アル・マンスールはさらに南方に転じ、1591年に内乱の隙をついてトンブクトとジェンネを攻略し、損害帝国を滅ぼした。マンスールの死後、17世紀に入るとサード朝は急速に衰退した。1640年にポルトガルがブラガンサ朝の活再独立すると、ポルトガル領だったセウタは再独立をきっかけにスペイン領となった。 サード町は年に滅亡したサハラ遠征はモロッコとサハラ双方に様々な文化交流を引き起こし、サハラにはマグリブの学問文化が伝えられ、一方モロッコには西アフリカからタバコがもたらされた。詳細はアラビー朝参照サード朝の末期のモロッコはスーフィー教団や諸公が争う無政府状態であったが、1660年に シジルマサにて現在まで続くアラウィー朝が成立した。アラウィー朝もサード朝と同じくスーフィー王朝であり、カリフを名乗った。ムーラー・イーラシードは1670年にモロッコを再統一し、続くイスマー・イールはモロッコに平和を確立し、増税や黒人傭兵隊の採用など、政権基盤の強化を行い、メクネスに戦とした。イスマー・イールの後に、 後継者問題によってもオロッコは分裂したが、1757年に即位したムハンマド3世によって再統一された。ムハンマド3世はヨーロッパ諸国との友好政策を取り、1757年にオルデンブルク朝、デンマークと通常協定を結んだことをきっかけにヨーロッパ各国と通常協定を結び、1777年には世界で初めて、 アメリカが死中国を承認した。1792年に即位したスライマーンは、欧米諸国に対し、タンジールのみを開放する鎖国政策を取った。鎖国政策は、スライマーンの死後も続けられたが、1830年に、フランスがアルジェを征服したことにより、マグリブの植民地化が始まると、モロッコの主権も危機に脅かされた。1844年に、アラウィー朝は、 フランス軍によるアルジェリア侵攻の中で、フランス軍に対して抵抗運動を続けていたアブデル・カーデルを支援して軍を送ったが、イスーリーの戦いで敗れた。その後、世界が帝国主義の時代に入ると、ヨーロッパ列強のモロッコへの干渉は激しさを増し、1856年にはイギリスと不平等条約を結ばされ、それまでの鎖国政策が崩れた。 19世紀の前半にスペインは、シモンボリーバルや、ホセデ・サンマルティン、ミゲル・イダルゴの反乱によって、イスパのアメリカ植民地の大陸部をすべて失っていたため、国威発揚のために、新たな植民地として、モロッコを狙っており、1859年には、スペイン軍との間に、スペイン・モロッコ戦争が勃発した。この戦争で、アラウィー朝は敗北し、スペインにテトゥアンを活場し、 1861年に不平等条約を結んだ。イギリス、スペインに続いて、フランスも1863年に、アラウィー朝と不平等条約を結んだ。こうした危機に最新アラウィー朝モロッコのスルターンは、チュニジアのフサイン朝チュニス軍公国と同様に、近代化イコール西岡改革を進め、財政や軍事、行政の近代化を実施したが、チュニジアと同様に成果は上がらず。 対外債務の増大と財政危機を招いた。さらに各地の民衆がスルターンの列強への弱腰を批判し、スルターンの権威をも否定し、ジハードを宣言して外国勢力の排斥を行った。アラビー朝は外憂れと内観で統治能力を失っていたため、19世紀末から20世紀初頭にかけてのモロッコはアフリカ分割の文脈の中で、 ヨーロッパ列強の標的となった。1904年の英仏協商でモロッコを狙っていた英仏両国の妥協が成立し、フランスがモロッコにおける優越権を獲得したが、このことは翌1905年に英仏協商に、タンジール事件でドイツ皇帝ビィルヘルム2世はモロッコの領土保全を確約し、スルターン・アブドゥル・アジズは ドイツの支持を背景にフランスとの対決を図ったが、最終的にこの事件は1906年にアルヘシラス会議が招集され、現状維持を確認することで終結した。1909年には北部のリーフ地方ベルベル人とスペインの間で第二次リーフ戦争が勃発した。1911年にドイツ帝国が再びアガディール事件を起こし、フランスを威嚇したが、この事件でも 最終的にはドイツが妥協した。二度のモロッコ事件は、英仏の協調とドイツとの敵対を決定づけたが、モロッコの運命を変えることはなく、1912年のフェス条約で国土の大部分がフランス保護領のフランス領モロッコとなり、フッツ西条約で北ブリーフ地域はスペイン領モロッコとなった。一方、リオデオロトサギやエルハムラはまとめられて、スペイン領サハラとなった。 フランス領モロッコ初代総督、ウベール・リオテ。1912年にモロッコは、フランス保護領もロッコ、スペイン保護領もロッコ、タンジールの3区域に分割され、スルタウンの形式的な主権の下で、各国による植民地支配が行われた。フランス保護領モロッコの初代総督には、ウベール・リオテ将軍が就任した。オテは、首都、フェスから沿岸部のラバトに移転し、 1915年にアラブ人をシャリーやベルベル人を監修法で裁判を行う分割統治を打ち出した。第一次世界大戦が勃発した後もマッシュ陸のアラブ反乱の影響はモロッコには及ばなかったが戦後1920年にリーフ人のアブド・アルカリームがスペイン領モロッコのリーフ地方で反乱を起こし第三次リーフ戦争が勃発した。 アルカリームは1923年にリーフ共和国を建国し、自ら大統領となってソ連の支援を得ながらスペイン軍と戦った。アルカリームは一時スペイン軍を追いやったものの、介入したフランス軍に敗れ、1925年にリーフ共和国は崩壊した。アルカリームの抵抗は、1921年にモロッコの人口は355万3700人に、 達し、総人口のうち約2.1%がヨーロッパ人だった。また、1923年にタンジールは国際管理都市となった。1930年にはベルベル直令が発せられ、アラブ人とベルベル人の分割統治がさらに進んだが、同時にこの頃から反復運動が盛んになり始めた。1933年にはアラアルファシー、 ハサン・ワザーニーらによって国民行動連合が結成され立憲君主制の導入や議会の設置などを訴えた。1937年にこの組織はファーシーの国民党とアッザーニーの国民運動に分裂したが人民戦線のレオンブルム首相は国民党を弾圧した。保護領も6個。一方、スペイン保護領では1936年に 中モロッコスペイン軍のエミリオモラビダル将軍が共和国政府に対して反乱を起こしカナリア諸島のフランシスコ・フランコ司令官が呼応したためモロッコを拠点にした反乱軍と政府軍の間でスペイン内戦が勃発したスペイン内戦では7万人近いモロッコ人兵士が反乱軍側で戦った1939年に第二次世界大戦が勃発し 1> 翌1 9四十年にフランスがナチスドイツに降伏して第三共和制が崩壊すると当初モロッコはビシーフランスの支配下に置かれたが1四十二年に連合軍がモロッコに上陸し自由フランスがモロッコを奪回した。対戦中には1四十三年一月に連合国のウィンストン・チャーチルとフランクリン・ルーズベルトによってカサブランカ会談が開かれ 同年6月には、ルーズベルトとスルターン・ムハンマド・ベンユースフが会談し、スルターンはアメリカ合衆国大統領に独立運動への理解を求めた。このことが、モロッコの独立運動を活性化させ、同年末には、イスティクラール等が結成された。第二次世界大戦後、世界的な脱植民地化の流れの中で、1930年代から、 盛んになっていた独立運動が加熱した。第四共和制はナショナリズムを鎮めるため、1947年に共同主権案を打ち出したが、これはモロッコのナショナリストとヨーロッパ人の双方にとって受け入れがたいものであった。スルターンやイスティクラールとモロッコ共産党などが独立運動を掲げたため、フランスはムハンマド・ベンユースフを排位し、 クグ月のスルタンを据えたが、このことは、モロッコ人の後半な反発を招き、1953年には、ゲリラ闘争が始まるまでに至った。1954年に、ディエン・ビエン風の戦いで敗北し、フランス領インドシナを失っていたフランスはモロッコでも、譲歩し、1955年に、ムハンマドが復位した。ムハンマドの帰国後、1956年3月2日に、 モロッコはフランスから独立した。モロッコの独立後、1956年4月7日に、スペインはセウタ、メルリ,リア、イフニの飛び地領とモロッコ南部保護領を除いて、スペイン領の領有権を放棄し、国際管理都市となっていたタンジールも10月にモロッコ領に復帰した。翌1957年にスルタンムハンマド5世が正式に国王となり、 スルターン号が廃止された。1957年にイフニをめぐってスペインとの間でイフニ戦争が勃発し、紛争の結果スペインは南部保護領だったタルファヤ地方をモロッコへ返還した。ハサン2世、親西側政策のカモロッコを統治した。1961年にハサン皇太子が父の死去に伴いハサン2世として国王に即位した。 ハサン2世は首相を兼任して積極的に申請し、翌1962年6月に憲法が制定され、モロッコは君主の権限が極めて強い立憲君主制国家に移行した。独立後、1963年にモロッコはアフリカ統一機構の原価名国となったが、OAU 発足直後の同年10月に、同じく OAU の原価名国だった独立直後の、 アルジェリアと未確定領土をめぐって砂戦争が勃発した。この戦争はエチオピアのハイレセラシエ一世の朝廷で現状維持のまま停戦したが、以降もロッコとアルジェリアの関係は政治体制の相違もあって、きしみを見せることになった。ハサン二世は内政面では政党を弾圧し、国民の不満が高まったため1965年6月には戒厳令を敷いて、 憲法を停止し、軍部と警察に依拠して、国内を統治しながら、外資導入を軸に、経済発展を進め、対外的には、アメリカ合衆国をはじめとした西側諸国との協力関係を重視しながらも、パレスチナ問題では、アラブを支持し、1967年のイスラエルと6日間戦争の結果、アラブ世界に復帰した。1960年代後半からは、 国王独裁への国民の不満が高まったため、ハサン2世は工業化や土地改革を進め、1970年8月には自ら主導して新憲法を制定し、戒厳令を解除した。しかし、軍部はハサン2世の統治を不満にしており、1971年7月にはクーデターが起きた。クーデターは未遂に終わり、ハサン2世は暗殺を免れたが、 この事件の破産2世に与えた動揺は大きく、1972年2月には、早くも憲法が改正され、民主化が進んだ。しかし、同年8月に空軍が反乱を起こして破産2世の暗殺を図った。暗殺計画は失敗したが、政党のみならず、軍部までもが、支持基盤から離脱し始めたことは、王政が揺らいでいることを示すものであった。二度の暗殺未遂事件後、 国民の支持を取り付けるため、ハサン2世は反対勢力の弾圧の強化、経済ナショナリズムに基づく国有化政策、強硬外交を打ち出し、特に外交面では第四次中東戦争にてシリアに援軍を送り、イスラエルと戦うとともに大モロッコの実現を目指した。1969年6月には、スペインが飛び治療のイフニオモロッコに譲渡したが、 スペイン領だった西サハラは、スペインの領有が続いたため、モーリタニアと共に、スペイン領サハラの分割を協議した。1975年11月6日に、西サハラに対して35万人の非武装のモロッコ人が破産2世の号令の下、西サハラの解放を求めて共大行進を行い、西サハラを実行支配した。この結果、同月14日に、 マドリード協定が締結され、スペインが領有権を放棄し、モロッコとモーリタニアによるスペイン領サハラの分割が認められた。スペイン撤退後、1976年には、モロッコとモーリタニアによって、西サハラの統治が始まったが、同年モロッコと対立関係にあったアルジェリアに支援されたポリサリオ戦線がサハラアラブ民主共和国の独立を宣言した。西サハラの地図。 地図上の赤い線がモロッコ支配地域とポリサリオ戦線支配地域を分ける砂の壁である。西サハラの実効支配によって王政は国民の支持を確立したが、その代償は高かった。ポリサリオ戦線との激しいゲリラ戦争により軍事、西サハラ問題は国際的にもモロッコの孤立化を招いた。1979年8月に、 ポリザリオ戦線とのゲリラ戦争に手を焼いたモーリタニアは西サハラの領有権を放棄する一方でモロッコは実効支配を続けたが西サハラは外交的な成功を収め1982年に OAU が西サハラの加盟を認めたためモロッコはこの事態に抗議して1984年6月に OAU を脱退し アパルトヘイト政権下の南アフリカ共和国と共にアフリカ世界から孤立してしまったのである。1988年5月にようやくアルジェリアと国交を回復し、1989年2月にはマラケシュでマグリブ域内の統合を図るアラブマグリブ連合条約が調印されたが、アラブマグリブ連合は西サハラの地位を不問のままにして調印された。 OAU は西サハラの地位を鑑みて1988年の総会で住民投票による帰属の決定を決議し、1991年には国際連合安全保障理事会の決議の下で住民投票が決定され、西サハラ停戦が成立した。アンポリ決議に基づき国際連合西サハラ住民投票ミッションが現地に派遣されたが、 住民投票は延期され続けて実施されず、西サハラ問題は現在に至るまで未解決の問題となっている。1990年代に入ると、1992年9月に憲法が改正され民主化が進んだ。ブラジルの首都ブラジリアを訪問し、ルーラ大統領と会談するムハンマド六世。1999年に国王ハサン世が死去したため、死に、 ムハンマド皇太子がムハンマド六世として即位した。2002年にアフリカ統一機構が発展解消し、アフリカ連合が結成された際も、モロッコは西サハラ問題のために英 u に加盟しなかった。2003年5月16日にイスラーム主義組織によってカサブランカで自爆テロ事件が発生するなど、イスラーム主義者を中心に現体制への不満はあるものの、 ムハンマド6世は2004年の新家族法の制定に主導権を取るなどリベラルな改革を進める立場を示している。ありがとうございます。